約束の時が来た。準備はどう？全てにおいて計画に滞りはない。あとはただ時を待つのみだ。違う、心の方。心？心だと？まさかお前からその言葉を聞くとはな。確かに私に人の心は理解できない。だけどだからこそあなたたちに迷いがあっては困る。いらぬ心配だ。むしろ心の問題はお前たちの方にあるのではないか。私たちバレンタインには感情などない。意義や納得などといったものを必要としない。ただやるべきことをやるだけ。それが道具としての役割だ。だが君の妹は違うよ。なぜだ？母さんの考えだ。理由を知る必要はない。計画にほころびが出ては困る。この計画は我々の悲願だ。失敗はありえない。確かにあいつにはエラーが生じて本来の使命を遂行できなくなったけど、もともと今回の作戦を妨害できるほどの重要な情報は与えられてない。そう願う。でもそうね、正直迷いがないとは言えないわ。これから起きる惨劇を思えば。まだそんなことを言っているのか。君だって納得したはずだ。この機を逃せば次はまた遠い未来のこととなってしまう。それもその時に世界があればの話だ。この大義を全ての人間に理解してもらうための時間などないのだ。分かってるわ。私たちはこの日のためにあるのだから。そう。そしてあの男が介入する前にことを進める必要がある。じゃあ、もういい？ああ。お前はどうだろう。相手はあのソルパッドだ。勝算はある。私は捨て駒だ。勝つ必要などない。ゆりかごを起動させる。それが私とあなたたちの共通の目的。私の役目はそれだけでいい。ふん、よろしい。では始めようではないか。最後の暁を。中心部から強力な振動と衝撃波を観測しています。ラムレザルか。ソナ、結果出ました。巨大な物体の出現を確認。衝撃波と震源もそこからです。そいつが何かを聞いている。成分分析追いつきません。現地とは連絡もつかない状態です。腐ってる。救援と調査隊を送れ。最優先だ。了解。それから被害報告の確認を急げ。近隣の都市には厳戒態勢を指示。各国の首脳とホットラインも忘れるな。情報を共有する。はい。マスコミや市民から問い合わせが殺到しています。あとは参加で処理しろ。レオ様、カイ様より入電です。なぜ？はっ。レオ、カイ、バビロンで何かが起こった。そっちと関係がある。ええ、おそらく。我々も解決に当たっているが緊急事態だ。承認を求めている。承認？
お前が俺に？エルフェルトを一時的に解放します。何？こんな時に何を言ってるんだ。認められるわけがないだろう。こんな時だからだ。今バビロンで起こっている惨劇を止めるためにラムレザルを捕獲する。そのためには彼女の力が必要だ。それはエルフェルトが進言してるんだ。いやダメだ、リスクが高すぎる。事態が悪化しかねえ。たとえ都合のいい面積条件を出してきても信用には足らない。やはりか。では仕方ない、独断で動かせてもらうぞ。おい待て、クソ、あのクソバンビーノが。レオ様、今度は何だ。生体訪問称号イルリア連邦解決区と認識、最高権限による例外処理8項を適用。第二拘束を解除します。エルフェルトさん、私の声が聞こえますか。はい。すべてあなたの予言通りになってしまった。今さら虫のいい話ではありません。気にしないでください、こうなるとは思ってましたから。止められそうですか。私たち姉妹はお互いに同等の抑止権を持っています。止めてみせます。最終攻撃を解除します。エルフェルト大臣会議解放。ドレス汚れないといいな。私たちの作戦は成功した。でも戦って分かった、あなたの存在は今後も脅威になる。きっと母さんの邪魔になる。一緒に死んで。おやじ！耐えられるか。あれ、どうして。エル、おやじ！よかった、間に合ったか。二度は言わねえ。今すぐバビロンの減少を止めろ。無理、私には何もできない。あなたたちももう間に合わない。そうか、ならくたばれ。待て、それ、ラムレザルはこのまま捕獲する。状況が見えない今はその方が賢明だ。超巨大物体、観測不能、消滅しました。消えた。あ、はい。ソナー反応、残存砲力、共に観測できません。バカな、あんなクソでかいもんを簡単に消せる砲力なんざあるか。ですが、いかがいたしましょう。国民の過剰な反応によるパニックを避けろ。それから先走った情報を流さないように報道機関に釘を刺せ。軍と警察機構で連携して24時間体制のパトロールを行うよう指示しろ。了解しました。調査隊の報告を待つ時間が欲しい。国防省に全データを渡し分析と予測を依頼。王立大学にも協力を要請しろ。はっ。ホットラインはどうなった。全て繋がっています。よし、回線を切り替えてくれ。協議に入る。お待ちください、カイ様より入電。ラムレザルの拘束に成功したとのことです。何？確かか。おつなぎします。待て、一度クソったれと言ってから俺に回せ。
ねえ、鳥になってみたいって考えたことある？ああ、ねえな。うそ、一度くらいあるでしょう。痴漢って非謀であって結果を体感できない妄想だ。いい大人が考えることじゃねえ。はっ、何それ、夢のない言い方。空を自由に飛びたいとは考えたことはあるぞ。同じじゃない。同じじゃない。空を飛ぶために鳥になる必要性はないだろう。うん、そうじゃなくてさ。じゃあゴキブリになりたいと思ったことあるか？あるわけないじゃない。なぜ？なぜって、それはだって気持ち悪いじゃない？そうか、なってみれば意外にいいものかもしれないぞ。いや、全然わからない。社会や他人との余計なしがらみが一切ないし、天敵も少ない。何より迷ったり悩んだりしないし、生命力も高い。これは幸福とは言えないか。でもやっぱり気持ち悪いし。ゴキブリ本人は自分のことを気持ち悪いとは思っていないだろう。それはそうかもしれないけど。そういうことだ。要するに俺たちはあくまで人間の尺度でしか物事の判断基準を持っていない。現状から何かになり変わるっていうことは一般的な死の定義に等しい。もっと言えばこの世は自分一人の壮大な思い込みに過ぎないかもしれない。これはまた排他的な物言いだね、フレデリック。だよね、ロマンのかけらもないへりくつばっかり。ヘリクチャーどっちだ。俺はただ今存在する全ての価値は今計り得る価値でしかないと考えたまでだ。だったら今を真っ当に生きればいい。うわ、哲学。でもフレデリック、確かに僕たちは科学者だが同時に人間だよ。そんな言い方は少し寂しい気がしないか？寂しい。例えば君にとって過去とは何だい？ただの記録？それとも記憶？勘弁しろ。哲学はともかく俺に信心でも説く気か？では言い方を変えよう。もしも今日世界が滅びるとしたら、その時今の君は何をする？決まっている。最後の瞬間まであがいてみせるさ。残りの1秒が明日につながる可能性を探す。恋人と共に過ごすじゃなくて、あ、休憩終わり。先行ってるよ。2人ともビンス教授の式だからって遅れてきちゃダメだからね。彼女ぼやいていたよ。君はすぐに一人の世界に入ってしまうってね。チッ、分かってるよ。確かに答えを間違った。違うよフレデリック。アリアが心配しているのは君のことなんだ。ああ、俺の？なんであいつが俺の心配なんかするんだ。それは君は視界が狭いしワンマンだからね。研究所でも敵ばかり作るだろ。群れる方が正しいってのか？アリアとお前がいる。俺にはそれでいい。背徳の炎、ソルバッド街。かつてあの男によって改造され、ギアの力を得た超人。以来彼は飢え、渇き、衝動、あらゆる本能的欲求に悩まされる。しかしさすがは元科学者、海外しくもその力を制御する方法を自ら開発し、なんとか人間であることを保ち続けている。しかしその実は彼こそがどうした？いつになく楽しそうではないか。
ああ、素晴らしいよ。物語の主役として彼は完璧だ。まるで目の利かない三流の鑑定士でも、彼という存在が至高の芸術品であることを理解できるだろう。しかも彼自身のライフワークが自分をこんな目に遭わせたあの男と、その作品であるギアへの復讐だなんて、なんと因果的で盲目的で何よりも情熱的なんだ。運命だよこれは。僕たちの作る絶対確定世界が神話になるためのね。でもその前に、まずは元老院に計画を進めてもらう必要がある。ああそうだね。不安要素だったラムレザルも存外悪くなかった。これからも楽しめそうだ。では引き続きこの銀幕の監督は君に任せるよ。